どうもこんにちは、こんばんは、白穂純也です。というわけで本日の動画はですね、久しぶりにこちら顔出し動画となるんですけども、久しぶりの顔出し動画ということでだいぶ緊張しております。皆さんお手柔らかにお願いいたします。よろしくお願いいたします。で本日の動画はですね、ラブライブコーナーになるんですけども、ちょっといつもやってるね、撮り方ですと収まりきらないというか、ちょっと皆さんにね、うまくお伝えできないということで、今回ね、この画面で久しぶりにちょっと撮っていこうかなと思います。で本日の動画はですね、先日ありましたラブライブスクールアイドルフェスティバルスクフェス感謝祭2017のですね、グッズ紹介の続きとなりますので、皆さんよかったらご視聴いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでグッズ紹介こちらでございます。反対だった、こっちだ。はい、ということでね、ラブライブスクールアイドルフェスティバルということでスクフェス感謝祭のねグッズを買ってきましたので、一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、私も動画で投稿させていただいているスクコレに関してのアイテムでございます。まず一つ目こちらですね。はい、すごい光ってる。光ってると同時に俺の部屋の部屋のアイテムが反射されるけど、はい、こちらでございます。スクフェス感謝祭2017のこちらアクアのバージョン、アクアのコレクションと、さらにもう一個こちらミューズのコレクションを買ってまいりましたので、こちらをちょっとねご紹介できたらなと思います。はい、こちら 2点ですね、買わせていただきました。いやー、とりあえずじゃあ開けていきましょうか。まずアクアの方から開けていきましょう。これね、なんかねすごいカード側じゃない、コレクション側がなんかね見方によって衣装が変わるみたいな感じで、すごいらしいんですよ。中身こんな感じですね。あ、中身じゃないわ、外だよ。はい、中身こんな感じでございます。どうですか皆さん。一応これカード置きかな、カード置きが入ってました。はい、こんな感じで、これちゃんと変わってる？メンバーの衣装。ね、ちょっと見づらいんですけど、見方によってね、ジャージバージョンとシアガールバージョンというね、結構ね、見方によって衣装が変わるんですけど、残念ながらちょっと画面越しではわからないかな。どうだろう。伝わってればいいけど、ちょっと伝わってないかも。こんな感じで変えれば、ジャージ衣装とチアリーダー衣装に変わるという。裏面はこんな感じですね。みんなチアリーダーの衣装で登場しております。いや、ようちゃん可愛いな。あ、よし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 。はい、ということでまあね、こんな感じになっております。一応ですね、全部カード開けていきましょうか。取りましょう。取ってちょっと紹介していこうかな。おー、裏面もすごいシルエットになってますね。カード取るとこんな感じでメンバーごとのシルエットとなっております。すごいね、いいね、いい感じですね。はい、ということで、カードはこんな感じでございますので、1枚ずつ紹介していきましょうかね。はい、ということで、ルビーちゃん。裏面もこんな感じですね。ラッシュのルビーちゃん。はい、ラッシュのルビーちゃん。ヨハネ。これ見えるかな？あ、見える見える。こうやってやれば見えるね。よかったよかった。こんな感じで衣装がね、見方によって違うって。はい、こちら、ライブのね、クール。ヨハネ。はい、ということで、ズラマルちゃん、花丸ちゃんも可愛いな、このジャージ。エロいな。アングルがエロいな。ジャージのアングルがエロいな。はい、ということで、裏面は、これ、なんだ、ライブか。ライブだ。ライブのスマイル。で、リコちゃん。リコちゃんも可愛いね。ほんとに。スクエス感謝祭でね、ちょっとね、ヨウちゃんのジャージを買おうと思ったんですけどね、ちょっと買えなかったので、次回の時には買いたいと思います。ラッシュのクールですね。はい、で、こちら、チカちゃん。チカちゃんもチアリーダーとジャージ。いいねー。かわいいねー。で、こちらもライブのスマイルでございます。で、私の推し、ようちゃん。ようちゃんのジャージ惜しかったなー。買えなかったなー。くそー。はい、ピュアのライブ。うん、いいね、いいね、いいね。マリちゃん。うん、いいねー。チアリーダーもかわいいね、これ。チアリーダーのマリちゃんかわいいね。で、ライブのスマイル。で、ダイヤさん。ダイヤさんも、こんな感じで。ライブのクール。ライブの句。で、最後、カナンちゃん。私、3年生の推し、カナンちゃんは、ラッシュのピュアという結果でございます。はい、というわけでね、まあ、一応以上で、アクアの紹介は終わりたいと思います。続いてはですね、ミューズのスクコレの
こちらコレクションを紹介していきたいと思います。では開封していきましょう。よし、見ていきましょうか。まあ、表面はこんな感じで同じです。裏面、はい、同じく、はい、カード置きついてました。はい、ということでミューズの方もこういう感じでね、あの衣装が2種類、制服バージョンとなんか衣装バージョン、うん、の2種類がね、見方によってこういう感じで変わるという。いいね、これいいよね。コレクション側だからカード側でゲームする際はちょっと使えないんですけど、裏面はこんな感じでね、みんな衣装のねメンバーが全員集まっている集合の絵となっております。ということでこちらも開けていきましょう。これは結構あれだね、学年ごとではないけどね、さっきはちょっと学年ごとに並べたんですけど、これは見た感じ学年ごとには置かれてないですね。残念ながら、うん、置き方の特徴が捉えられなかった、残念。はい、ということでこちらですね、まずのんたんどう、衣装見えるみんな。はい、のんたんの効果はこういう感じですね。今回の効果はどうだろう、海と凛なんで、あれだね、ユニットによる効果でございます。はい、ということで花代ちゃんもこれプランターの効果だね、ほのかとことにならな効果ですね。これはデッキに入れたいと思います。はい、ということでニコちゃんもビビの効果だね、ビビの効果で、リンちゃんも可愛いな、この制服のアングル、エロすぎるわ。はい、ということでこれでリンちゃんもリリフォアの効果ですね。マキちゃんもビビの効果。はい、で、小鳥ちゃんで、いいね。私の先輩の推しだね。小鳥ちゃんの効果もプランターですね。で、エリチ。3年生、私の推しです。エリチも、これビビの効果でございます。ということで、ほのかちゃん。はい、ということで、ほのかちゃん、プランターの効果ですね。最後、私の推し、うみちゃんは、じゃあ、リリフォアの効果でございました。はい、というわけでね、一応、スクコレのコレクション、あの、ミューズと、あの、アクアの方を紹介させていただきました。意外とね、ちょっと動画が少し長くなってしまったので、今回の動画はね、あの一応こちらの方で終わりにしたいと思います。というわけでね、あと1回ぐらいかな、まあまだちょっとねグッズの方ありますので、もう1回ちょっとね、第3回目ということで、お伝えできたらなと思いますので、皆さんよかったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回もラブライブコーナー楽しみにしていただけたらなと思いますので、また次回のラブライブコーナー、物販スクエス感謝祭、物販じゃない、物販コーナーでお会いしましょう。物販紹介コーナーでお会いしましょう。またな。